第18回東京音楽祭は18回目の東京音楽祭である。1989年5月29日アジア大会が中野サンプラザで同年6月2日日本武道館にて世界大会が開かれオフラハザがグランプリを受賞。2年のフェスティバル方式から再びコンテスト形式に戻っての開催。正式には YKK スペシャル 東京音楽祭として YKK がメインスポンサーの冠音楽祭となった。アジアデート世界大会で香港と韓国がそれぞれ2組出場する形となり、次回の19回では世界大会出場者アークは日本を除くアジア勢をアジアデーに統一。アジアデーにはレスリーちゃん、世界大会にはナニーちゃんが出場し、香港の2大スター出演が、 香港でも中継録画放送されている。当初エントリーされていたジョナサン・バトラーは不参加となった。審査員には第2回大会ゲストでもあるシャーリー・バッシーも加わっている。リクルートが顧客などのサービスとして音楽祭に招待するなど大量にチケットを確保したことがニュースになった。ゲストシンガー、シルビー・バルタン・服部克久、福田一郎。 シャーリー・バッシーなど10名。参加アーティスト参加13曲。ありがとうございます。